越えていけ。こんだけ頑張ったんだから。果樹王国東根さくらんぼマラソン大会が2日、東根市の陸上自衛隊神町駐屯地を発着点に繰り広げられました。残り3キロになります。頑張ってください。今日はね、コンディションもね、曇りでね、暑くなくてね、最高のコンディションですね。ですからね、今日はいい記録が出るんじゃないかと思いますね。魅力、そりゃそうでしょう。佐渡錦がね、食べ放題ですから。こんな贅沢なね、マラソンないじゃないですか。で、まあ、雨降っても大丈夫なように準備し万端にしてきました。今日は40分、1時間40分切りたいと思いますけど、まあ、チャレンジなんで、まあ、楽しくやりたいと思います。エイド制覇です。頑張ります。エイド制覇っていうのは、はい、さくらんぼ。そうです。頑張ります。食べたいです。頑張るぞ。あスタートです。いってらっしゃい。ハーフマラソンと10キロ、5キロ、親子ファミリーの部を含む3キロの各種目で実施。頑張ってー。どうですか、調子の方は。完璧です。約7600人が沿道の声援を背に市内を駆け抜け、本県が誇るさくらんぼを味わいました。イエーイ。頑張ってください。自分との勝負に勝ったのに。じゃあ今の皆さん、イージードゥーダンスでフォーで拳突き上げてください。完走し充実いっぱいのランナーの反応は。千葉から来ました。今年2回目です。キロ6分で頑張ろうと思ってたので達成できました。やっぱ地域の皆さんの情熱、本気度、ものすごいもの感じます。何回目あります？2回目。走った大会で一番楽しいんで、毎年来たいと思ってます。あと来年も。来年ももちろん来ます。エイドコーナーでは佐藤錦、ゴール後には冷凍フルーツが振る舞われました。すごく美味しいです。冷たくて。締めはひときわ沿道を盛り上げたこの人たち。義勇特製隊東根最高。数時間後に公開する動画では、参加者のインタビュー、ゴール後を中心に総集編をお届けします。ご期待ください。